真ん中こんぐらいやね。これが真ん中やね。もうちょっとこっち。このぐらいかな。そういうのあれはこっち寄っとうからね。このぐらい真ん中にしよう。最初打った瞬間でこっち向いてる。それで、あとは足をあっち向く。切り返しの時は正面に来ます。いや、切り返しの時は正面でやっとるけど、最後、今、こっち行きますよね。切り返しの最後のことを言っている。だから、まっすぐ来ませんか。最後までまっすぐとまっすぐ。ほうほう。だけど一番最後だけ。ちょっと待った。一番最後だけ。はい。一番最後だけ。こういかない。ほんでこういかない。そう書いてる人だか。そうですね。まっすぐ切るから。じゃない。切り返しの一番最後。それ、そう解釈しとったら、まあ、僕はそう教えていなかった。というより、僕自体が曖昧だった。だから、切り返しの一番最後が入ってる。切り返しの一番最後、君が、あれ、開くんだ。開きますね。開くんだけれど、はい、開くんだけれど、こう言って、こう言うんじゃない。いいか、こう言ってこういくんじゃない。切り返しの一番最後、開くな。これ、これ、これ、そうか、そう教えたか。そうでした。それやったらまっすぐ行かんとしょうがないな。そう、かけてくれてる。はい、かけてくれてる。切り返しの一番最後は、今まで通り、これで開けてくれたから、ポン、ポンとこう、することに、一歩、変わらず。で、それとは別に、子供は、
切り替え人は関係なし。はい。はい。切り替え人は関係なし。というか、開けてくれる。むしろ切ってくる。というわけです。はい。この時、相手よりも大きく振りかぶったら押せ。から相手は大きかろうと小さかろうと、はい。グッと来たら、パッとこっちを向く。走らない。走らない。あの時は切り返しの最後は開けてくれてるから、まあ、あいつのから、まあ前に行って、あっち行くのは仕方ないけど、これは切り返しと関係なしに、こういうふうに思います。はい。右前に行って、この方向。はい。左前に行って、この方向。足の向き。相手の中央に向いてる。中心、中央線、これ。あんたの中心線、これ。というふうにする。ちょっと、今、これ、はい、もう一回。はい。こうしてる。はい。こう、やな。足。うん。足、こう。いやな、こっちの。それで面を押す。はい。あの左右は、相手が大きく振りかぶっていようと、小さく振りかぶっていようと、まあ一応お大事。あなたは大きい、または小さい。で、私は小さい。あ、はい。ほら、ほう、ほう、ほう。これ、走らない、あっちへ。体当たり。な。はい。今までは、はい。今まではまっすぐで前に行って体当たりしとったけれど、今までの面の体当たりも、ちょっと変える。この間教えたこととか関連して、ちょっと変える。今、よくからね、はい。1、2、3、これはここで進む方向を変えたらそんなに体が動いている力を利用するという力の方角が変わるから、はい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 、力はこうなってこっちへ行くから、次はこっちへ行くから、あんまり強烈な体当たりはできないけれども、小さな体当たりでいいと、弱い体当たり、はい、なんだ本気で、はい、という。ことになる。あの程度、あなたが崩れたらいい。で、一応、面を取るんだから、相手弱っとなる。だから、そんな強い手当たりして、ひっくり返す必要ない。よろよろよろと刺したらいい。あるいは、もう面を打たれて、よろよろとしているやつを、もう一回、ちょんと押したら、よろよろともっとする。その程度でいい。ゆっくりを見ていて、はい、ポン、ポン、と言って、また、これは、中央線を中心にした今までのない体当たりで、はい、この反対側、ポン、ポン、ポン、ということで、これもちょっと体が出ていく勢い
で体当たりをする。分からんよ。ほん、ほん。あんまり、ほとんど腕伸ばすだけで相手は倒れると思われる。最初の面が決まってたらよ。決まってなかったら別かもわかんない。はい。だから、スーッ、ポン、ポン。やっぱ体で押し通った。そういうふうに新しい体当たりを加える。目を打った後は、頭、もっと目目目目で勝手に打ったり、何を打ってもかもない。さあ、こんな正面。正面。はい。正面です。これも相手が大きいか小さいか。もちろん大きかったら小さかったら早い。はい、先生。これは、はい。大丈夫来ていくか。はい。おう。うん、で、この間、あの面の打ち方を教えたの。相手は中段。こっち側も中段。相手は大きいか、大きめか、小さい面。どちらでもいい。こちら側はやはり小さい面。ただし、小さい角度、側面を打って前へ出るんだな。だからそこだけいいだろう。こっち今、前に言うたこれは、正面や。側面じゃないよ。それが違うんですか？はい、これ、もう一回、前のやつ。はい、正面。これは正面。はい。これは正面。足、平行だし。足、平行だし。足、平行立ちの正面。左足が前とか右足が前とかいうことあれね。はい。これで、これで正面。な、正面。足、平行立ち。正面、足、平行立ち。で、まあちょっと僕もこの頃、年取ったから、もうこうやって構えるのしんどいから、もうこうやって構えたの。で、こうやって構えてみたら、こういう構えもいいなと思い出した。武蔵野の泉大塚の何かにある肖像が足向けに、これなんだと。だらんとこれなんだと。で、剣道では、原則、右足を前にすると教えるけれど、僕は、それも、まあ、剣道流に言うたら、それでいいんだけれど、足、平行立ちでもいいんじゃないかなと、このごろ思っている。失礼な時も、縁を持った時も、それで足、平行立ち、いうのをある程度取り入れたい。これ、力弱い。前の力弱い。けど、前後左右に自由に移れるところがあるから、力抜くんではいいんじゃないかなと思ってる。ちょっとだんだん。だけど、剣道流だと、右足前へのあかんと言ったわけではないよ。それはそれでいい。けれど、それに加えてという意味で言っている。ところで、はい。また元へ戻って、相手が早い面か遅い面を持っていく。この時、今までは開けてくれて、はい、面、体当たり。面というか。で、開けてくれなくて、面、体当たり、面というか。はい、それで早く。これで小さく、小さく、側面を持つ。はい。
はい。出なかったらこれやな。じゃあ出るよ。はい。そしてと、つばはここに。つばにぶつかるわけじゃないから。痛いものはないから。そのままゴーンってやったら。僕のつばが痛い痛いって言うけど、それはつばにぶつかったら痛い。な。しかし、つばにぶつかったらいいけど、こっち側もここにつばがあるから、ほんまにつばが当たるかどうかは分からない。つばじゃなかったら手は負ける。けど、これは横に向いておくから、痛くない。という感じ。はい。で、ちょっと、はい、ちょっと早く、大きく早くで。うん。というふうな。開ける必要はない。むしろ最初の君の面を僕の側面で小さい小さい側面で打つことにより相手を開けさすから相手は中央線のこれってなくなっているからなくなった状態に耐えられるというかな。はいはい、糸上へ行きなさい。はい、おう、おう、おう、さあ、これから言うこと。この間の牛群って見とった。五代君、下がっていることが多い。幸福君が打ってきたら、君下がるよ。逆に、君が打っていったら、幸福君下がるよ。な、あれあかん。この間、ちょっと書いておいた。次や。前へ。今のやつ。まさに、相手が知ってきたら知ってる。知ってこなかったら知ってる。知ってこなかったら知ってる。知ってきたら知ってる。という考え方。いずれにしても前へ行こうという考え方。ただし、むやむやたらに相手が来て今日に前に出たらさ、今みたいに最初に言ったやつは中央線を外す、後のやつは中央線を外さない、まっすぐ、まっすぐなやつは側面気味に、左右へ出るやつは正面気味に、ほな、左右に出たやつも側面気味でいいですか？あ、こんなにいいの。で、その割に言っていいな。こっちへ出たから側面で切っても、こっちの割に言っていい。だから、こっちへ出たときは、正面か側面。あっちへ出たときも、正面か側面。前へ出たときは側面。出てきたら出ていけ。ただ、言いたい。言葉では出てきたら出ていけ。後に言うと。そうじゃない。出てきたら、相手より、早く出ていけ。たとえ、ちょっと最初遅れても、後は早くやれと。いうことや。うん、出てきたら出ていける。それが今言ってない。はい、大体弁が多いよ。そうして付き合うな。だからちょっと面対策から入る、うん、これプルルルルこれだけで、あの僕にも悪いくせ、君が出たことを目で見てから振りかぶろうとしよう。君が出たことを目が見てから、僕の礼を目で見てから頭に言うて手が動いている。だから全部
遅れている。なんでや、生まれてない。目で見て、頭が判断して、手が動いているから。心で見る。ちょっと早めに見そうねな。目で見んでも記憶とかわかる。からできる。だけど、その場合、出てきたもので出てきてるやつってどないするって言ったら、もうさっきやから構えない。それが、はい。それが、その場合、お互いに気がせんように。目で見るな、出てきたこと。心で見、ということや。だから、君はこういう、あとへんからな。君が、ほんまに出てきたのか、出てこようとしたのか、そこらへんちょっと声つきにくいけど、要するに、前におってこっちが早かったらいいね。君が出てきたのを目で見たのか、心で見たのか、目で見てへん。心だけで見たのか知らんけれど、早かったらいいね。悪い。はい、早くて悪い。はい。今もまっすぐ気に来て。目で見たのか心で見たのか自分でよう分からん。多分、目で見たのと心で見たのと、0.09 とか、そんなのさや。ほうくん、目で見よう。目で見るなよ。見ていたんだよ、目はな。目は見ていたんだよ。決して見てもいいよとんじゃ。目で見ていかんけれど、目で見たら次は心で見る。心で見たら、はい。こうやって、ぺっ。これ、伸ばしたら、はい。こういうことはな。ちょっと、はい。考えて。ちょっと考えて。このぐらいで言っていたの。けど、君も出てきようや。違う。だから、その時ここまで来たの。だから、俺のを作ったんだ。な。いいか。今、ちょっとこう来てるわけ。うん。君がな、はい。出てこなかった。出てこなかったかよ。ふっとこう言っちゃう。出てこなかった。続くとこまで行っとるね。きついその時は出てきとるよ、実は。出てきとる。だからもうこんなとこまで行ったんだよ。もうそれはかまへん。だから、出てきたと。な。出てくるという確信を持ったんだよ。心でな。だから、それ、来るよって言って、こう、これ。だから最初の面言うたもん。ほんまにええ面があったとかわからん。これの面があったとかわからん。有効でないとは言えん。半分有効や。ここでこうやってとっても半分有効や。ここやったら 100% 有効やな。だけど半分有効でまたブーッと押さえて、このような名前を取る。このような名前を取る。そういう考え方。それでな、この間も言うたようにこれがこないになったり、こないになったりしてた。どっちもなんともいいから、ならないことがよくあるね。で、よくあれ、どっちもはい、どっちもただ単純に目を見ている。はい。こないになったりな、このままになる。どないしようかっていう。かえって分かれる。まあ、止まったら、さらって目を見たらいいの。これな。はい。それ、わーんで、さらって、さらって目を見たらいいの。なんか考えないの。だいたいこれでな、1回目はあかん。2回目はもう、遅いっていう。2回目やろ。
回目はい、一回目ね、あの一回目大ちゃん、大ちゃん、第二遅いよ、相手も第二のチャンスだ、俺にも第二のチャンスだ、なんで第一でやっとったら第二あれね、だから第一でやろうというのが考え方で、その考え方こうだいいだよね。スタッとまたバン、ベン、ベン、これで、スタッとまた出る。それが来たら出ようと、出たら出ていけ、出なかったら出ていけいう考え方。それで。来たらということは見たら目で見たらもっと早く心で見たら出ていけということで、そこでこれ半球のものが前へ出ていくんですかということになるな、相手もしかしたら面が来ると見たのに実は隙が来よったかもいうことがあるな。だから単純に出ていくな。はい。単純に出ていく。単純に出ていくな。前言って、左前と右前、正面ってやったな。例えば、これ、面や思ったのに、実は月やったいうこともあるんだよな。月の方が早いやね。小さい面、これ打ってるっていうこれ、面やもんねんよ。面やもんだから、こういったら、あれで言ったら、月やった。これでも、どうする短い。な。だから、何も小さい面でも、側面でも負ける。どうぞ、そういうとこがあるから、今、最初教えたな。うん。これ、これでやる。こういうことになる。こういうことになる。はい。それで、君は、面やと僕は思ったけど、実は付き合ったということがあるから、最初のやつを教えて。はい、決めました。面の振り付き合いこれ。まあ、顔は合わないからな。まあ、さっと手を振る。で、こういうこと。でか。サッとサッとこう振る。これ。これ、これ面。これで面。こっち来た。これ早い。ブレーッとしよったら、目で見とってこっち来よったら遅れる。だから、はい。面を行く。面やな。俺、面、俺も側面やな。小さいと思いながら。危ないと思ったらこっち。あるいは、君来なかったのに、みそ来ないや、実は来ないって言ったら、これ、これで。あるいは、これ、そっと、これ、こっちやと。まさにこっちや。これでもいいし、何でもいいし。こっちの方が早い。ほら。こっちでも、月の方が簡単ですよ、と言われる。そうすると、何するか。さらに、今さっきの方よ。はい。こう。月や。な。はい。今月でいく。これ月。な。これで、ほら、つけていく。ただし、こっちからつけよう。これで邪魔になるから。一回、こういう感じが。な。な。それも入れて。いや、手でも、
これ、今、左右の面より左右の付き合いから、あれ、二つ、あんた面で動くんだよ。面で言ったら、これで言ったら、これが左右。これも、さっき言って、面で言ったら、あのこっちも速いけど面が一番遅い、一番速いのは、はい、一つき、はい、一つき、二つきな、はい、三はまた表面から突き込むみたいな、はい、教えたね、いつも、これ二つ、これ殺してやる、な、これ殺してやる、で君がついてきとったことがあったのと、たまたまついてきとったことがあるって言ったから、これで殺せる。だから、そもそも、その時、メイクソースがまっすぐ行ったと。まっすぐ行ったと、これが早い。というように、下が1。ただな、今言うて、下が1。目に見てから1歩歩いてたら押せ。心で見てから1。いうことになる。心で見てから行け。目で見てから出たら遅い。心で見てから行け。そうなの。それが、あれやな。大切。また一番難しい。うん。それからな、あれ。しわを悲しい。足は同じ、はい、これは動作は大きいから動作を小さくする、うん、面を抜く押す押す基本通り、うん、基本通り大きくしてこれ中央線これ中央線はいい。これがね、もう遅い。それで、それを最小限にする。いいか。それだと、ここのこっちを取ったら早い。そうですね。面を取ったから、ちょっとの方が早い。これも、そっちを、こっちを取った方が早い。こっちが早い。はい。ほら、面が早い。次は早い。ね。まあ、手疲れたけど、手疲れたらもうあかんな。で、だけど、胴もいいけれど、胴は小さくせ。はい。これ。胴は小さくせ。胴、10センチ、10センチ。しかし、それでも厳しく打て。これで厳しく打て。だから、そっと、ああいうのないです。まあ、だから、早くよ。はい。と、こういうのないです。最初にこれ左右ですよ。これ早くもかい。これもうどっちも小さく片一方ばかりしちゃったら学習して見分けられる。だからこれもなこっちのこっちを塗るって記憶
面を見下ろす記憶、月を見下ろす記憶、分からないようにする。何か分かる。だから一番早いのは月やるか。その次こっちやるか。その次どう、どうとこっちやるぐらい。一番遅いのは面やるな。でもな、だから、そう、ちょっと、ちょっと思われるよ。うん？で、そう、ちょっと、月。こちらも、パッと言って、パッと言って、月。これがいかない。もう気なし。左右に行けるよね。うん。そう、ちょっと。すぐ、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 どっちでも出てくると、目が見たら、遺伝に心が見たら、行け。心に見損ないがあったら、そのままに行け。ちょっとでも早く相手を当たる。もうそれはそれで終わり。特に面の時とか、こっちに出た時も大体が夜に出て、月の時は大体できないよ。遠すぎる。こっちの時も遠すぎる。ドームの時も多分遠すぎるけど、まあできんこと。ゆっくり。うん。どうやったら面を映す必要はない。どうやったらもう一回どう。うん。ほら。もう一回どう。どうやったらもう一回どう。面やったらもう一回面。こっちやったら、こっちやね。そう、そう、大体。こっちはアリが入る。こっち、危ない。ここやったら、付き合っても変わる。使えへんか。な、もう一回見ない。こっちは入った。月、顔、いけるかもしれない。もう一回、そういうふうに、今日一つ教えたのは、出てきたら出ていけ。出てこなかったら出ていけ。な。まっすぐのやつもあるけれど、左前、右前、できるだけ面面面でもいいし、面体当たり面でもいいし、どうどうどうでもいいし、どう体当たりどうでもいいし、ちょっと月当たり当たりできると思うけど、こっちやったらこっち面とか、続けるという話。はい、何か質問。ちょっと。考え方を変えたな。平行だしよ、頭を考え方を入れた。目で見る前に心で見る。心で見たらもう動けという。それが俺の言う気の問題になってくる。攻撃精神になってくる。だからこれだね。君が目を見ていたら、こう来る。めんやめんやって決めに続けていきよう。めんやめんやってこうやってやると。安全やったらちょっと。今日遅い。この間のとこから見てみる。こう来たら帰る。めんやめんや。Man.
さらって、あれはあかん。下が出ていけるん。だから、もう、はい、来た、はい、ちょっと出てくる。また、はい、質問は。またお願いして。わかった、ありがとうございます。はい、ゆっくり言うべ。